伝説のダンサートラビスペインも参加サンピープル1枚ニュートで平野翔と渡辺直美が MC7 月23日放送平野翔と渡辺直美のサンピープル1枚ニュート特番決定 n ン I の平野翔とお笑い芸人の渡辺直美が7月23日放送の日本テレビ系特別番組サンピープル1枚ニュートで MC を務めることが発表されました 平野と渡辺がタッグを組むのはこれが初めてとなります。この番組はタイトル通り3人以内1分以内というルールのもと参加者が歌、ダンス、マジック、アート、一発芸といった様々なパフォーマンスを披露し、その中から世界に通用するナンバーワンパフォーマンスを決定するものです。優勝者には賞金300万円が授与されるということで、多くの才能あるパフォーマーが参加を予定しています。 平野翔と渡辺直美という異色のコンビが MC を務めるこの番組では審査員も世界基準の豪華メンバーが揃います B ・ファーストの生みの親であり日本の音楽シーンをけん引するカリスマスカイハイ、b t s をはじめとする世界的アーティストの振り付けを手掛けるリエハタマイケル・ジャクソンの振り付けを担当した伝説のダンサートラビス・ペイン 令和の強く美しく生きる女性像のアイコン恵み、そして日本のサイモン・コーエルこと加藤浩二が審査員を務めます。この豪華な審査員たちが、もう一度見たいかどうかという基準でパフォーマンスを評価し、最も優れたパフォーマーを選びます。参加者には、全日本選手権4連覇の社交ダンス最強兄弟世界が認めた次世代マジシャン、仮想大賞、優勝チーム日本一の煙パフォーマーなど、異ジャンルの超一流パフォーマーたちが集結します。 それぞれのパフォーマーが持つ特技を最大限に活かし、1分以内という短い時間の中で観客と審査員を魅了しなければなりません。この厳しい制限が、パフォーマーたちの想像力と表現力を試す場となり、見応えのあるショーを生み出すことが期待されています。収録を終えた渡辺直美は、めちゃくちゃ楽しかったですね。終始大興奮で。 こんなにいろんなジャンルのパフォーマーがいるんだって改めて気づかされましたし最初はみんな笑っていたのに最後は泣いてしまいましたねと語りその興奮が未だ冷めやらぬ様子でした平野翔もいろんな感情を見られましたよねと共感し今エンターテインメントはさまざまな形で楽しむことができると思いますがテレビの前の皆さんも息を飲みながら見てくださるのではないかと思いますと期待を寄せました特に注目すべきは 審査員の一人であるトラビス・ベインの存在です。彼はマイケル・ジャクソンの振付を手掛けたことで知られる伝説のダンサーであり、その目にかなうパフォーマンスがどのようなものか、視聴者にとっても興味深いポイントです。また、リエハタも世界的なアーティストの振付を担当しているため、彼女の鋭い視点からの評価も見逃せません。スカイハイは日本の音楽シーンを牽引する存在として、パフォーマンスの完成度だけでなく、 独創性やメッセージ性にも注目することでしょうめぐみと加藤浩二もそれぞれの視点からパフォーマンスを評価し視聴者に新たな発見を提供しますこの番組のもう一つの魅力は異なるジャンルのパフォーマーたちが同じ舞台で競い合うことで生まれるダイナミズムです例えばダンサーとマジシャンが同じ一分間の中でどのように自分たちの技を見せるか視聴者にとっても予測不可能な展開が待ち受けています このような一種格闘技戦的な要素が番組をさらにエキサイティングなものにしています。サンピープル一枚ニュートは平野翔と渡辺直美という異色のコンビが初めてタッグを組むことで話題となっていますが、それ以上に注目すべきは彼らが MC としてどのように番組を盛り上げるかです。二人の持つユーモアとエネルギーがパフォーマンスの緊張感を和らげつつ視聴者を引き込む力となるでしょう。また、審査員たちとの掛け合いや、 パフォーマーたちへのインタビューも見どころの一つです。特に、渡辺直美のユーモア溢れるコメントと平野翔の真摯なリアクションが番組にどのような科学反応をもたらすのか期待が高まります。平野翔はこれまで数々のドラマや映画でその演技力と存在感を発揮してきましたが、今回の MC という新たな挑戦は彼にとっても大きなステップとなるでしょう。 一方、渡辺直美はその独特のキャラクターとエネルギーで日本のみならず海外でも人気を博しています。そんな二人がタッグを組むことで、番組全体にどのような化学反応が起こるのか、視聴者にとっても楽しみなポイントです。サンピープル一枚ニュートは、ただのエンターテインメント番組ではなく、視聴者に新たな才能との出会いを提供する場でもあります。 参加者たちが持つ多様な背景やストーリーがパフォーマンスの背後に隠れたドラマを引き立て視聴者に感動を与えることでしょうこのような番組が日本のテレビ業界に新たな風を吹き込むことは間違いありませんさらに今回の番組は SNS でも大きな話題となることが予想されます参加者たちのパフォーマンスが SNS で拡散され多くの人々にその才能が広く知られるきっかけとなるでしょうまた 平野翔と渡辺直美という人気者が MC を務めることで番組の注目度は一層高まります。視聴者だけでなく SNS 上でも多くの反響が寄せられることが期待されます。日本テレビの特別番組サンピープル一枚ニュートは平野翔と渡辺直美という異色のコンビが MC を務めることでそのエンターテインメント性が一層引き立てられています。 審査員の豪華な顔ぶれと多彩なパフォーマンスが交錯するこの番組は、視聴者に新たな驚きと感動を提供すること間違いなしです。7月23日の放送を楽しみに、多くの視聴者がその瞬間を待ち望んでいることでしょう。平野翔と渡辺直美が MC を務める3ンピープル1枚ニュートの放送が間近に迫り、視聴者の期待も高まる中、制作スタッフも番組の成功に向けて全力を尽くしています。 彼らの目指すのは、単なる娯楽番組を超えた、視聴者に深い感動と刺激を与えるショーです。そのためには、参加者たちのパフォーマンスだけでなく、番組全体の構成や演出にも最新の注意が払われています。特に注目すべきは、パフォーマーたちのバックグラウンドストーリーです。彼らがどのような道のりを経てこの舞台に立っているのか、その過程に焦点を当てることで、視聴者に一層の感情移入を促します。 それぞれのパフォーマーが持つ夢や情熱、困難を乗り越えてきた経験などが、パフォーマンスの背後にあるドラマを豊かに彩ります。このようなストーリーテリングの要素が、番組に深みを与え、視聴者の心を捉えるのです。さらに、収録現場では、スタッフたちの熱意と緊張感が漂っています。最高のパフォーマンスを引き出すために、照明や音響、カメラワークに至るまで細部にこだわり、 パフォーマーたちが最良の状態でその技を披露できる環境が整えられています。特に照明の使い方一つでパフォーマンスの見え方が大きく変わるため、演出担当者たちは一瞬たりとも気を抜くことなく、その時々のシーンに最適な光を作り出しています。また、平野翔と渡辺直美ということなるキャリアを持つ二人が MC を務めることで、番組に多様な視点が加わります。 平野はその真摯な態度と落ち着いた信仰で番組を引き締める一方、渡辺はその明るさとユーモアで場を和ませる役割を果たします。二人のバランスが絶妙で、視聴者にとっても親しみやすく、見やすい番組となることでしょう。視聴者の関心をさらに引きつけるために、番組ではインタラクティブな要素も取り入れています。 視聴者がリアルタイムで投票できるシステムや SNS を通じてコメントや感想をシェアする機会を提供し視聴者が直接番組に参加できる仕組みが用意されていますこのようなインタラクティブな要素は視聴者のエンゲージメントを高め番組の盛り上がりに貢献します特別番組3 p e o p l e 1ニュ n e w とは参加者たちの卓越したパフォーマンスと平野翔と渡辺直美の魅力的な MC ぶりそして豪華な審査員陣によって 視聴者に忘れられない夜を提供すること間違いありません。この番組を通じて、新たなスターが誕生する可能性も多いにあり、それぞれのパフォーマーがどのような未来を切り開いていくのか、視聴者にとっても大きな関心事となるでしょう。番組の収録現場では、様々な国籍やバックグラウンドを持つパフォーマーたちが一堂に会しており、その多様性が番組にさらに豊かな色彩を加えています。 異ななる文化や芸術のの融合がパフォーマンスにに独特の魅力ををもたらし、視聴者に新鮮な驚きを与えます。例えばアジアの伝統舞踊と現代的なストリートダンスが融合したパフォーマンスや西洋のマジックと東洋の手品がミックスされたショーなど異なるジャンルの融合が生み出す新しい表現が次々と登場します。